ちょっと待て、タボ。ん？あれ見てみろ。なんだ？勝手に何撮影してんだ？やめなさい。なんだよ。別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかく見ようぜ。だからなんだよ。理由は？俺らの自由っしょ。あ、おい、倒したろ。お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよな。あ、うん、風今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。観光気分も台無しだ。じゃ、考えてることは一緒か？確かめてみる？いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいって、おっさん。お前らな！出ましたね！お前、お前ら！そっちこそ何様なんすか？え？店の前でたむろされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ！他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい？なんだよ、カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった？キャット今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。返せよスマホ。スマホね。返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。てめえ、マジで舐めやがって。ふざけてんじゃねえぞ。
ダメだ、つえくそ。よう、お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがってな。合気道か。そんないいもんじゃないよ、ただの我流。けどガキ相手にはちょうどいいだろ。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。 ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは清涼って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。まあな、横浜いいんです。そうですか。あ、